ルデアラジオ局。それでは早速本日のゲストさんをご紹介しましょう。この方です。皆さんこんばんは、セイバーアルトリアペンドラゴン役、アンボニー役、カズメ役です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやということで、はい、なんと私たちの FGO ラジオ初回ぶりの、そうなんだよね、はい、うん、なんかそんな感じがしなくて、イベントとか、そうですね、でね、私は直近だと FGO フェスの方で、ね、ご一緒させてもらって、みなみちゃん何人でした、そうか、痛かったよ、私も痛かったです。みやみちゃんはニコ生とかで一緒だったのかな。そうですね、ニコ生とか、やっぱの去年の2周年の時に私たちの、うん、はい、出張版に、うん、来てくださったりとかして、はい、はい、でもご無沙汰なんですけども、やっぱりね、はい、フェスがあったから1ヶ月前に、うん、そこいいのフェスの話していい。してください。していいんだね。そう、待ってます。思い出話を聞かせてください、うん、そしたら私も1日目 の, バラエティートークでご一緒させてもらったんですけど、うん、はい、それも含めてやっぱこう2日間、うん、登場されてたってことで、はい、どうでしたかフェスは。そうですね、なんか2周年の時と比べて、うん、なんか2周年の時こう結構こうもうちょっとコーナーも多かったかなっていう感じもあったんですけど、すごいこう一個一個が凝縮されてた感じしましたね。バラエティートークは特に濃かったですね。1日目2日目なんか共に1日目が結構真面目だったっていう噂を聞きましたよ。ね、実はあれでも真面目だったぐらい2日目がなんかこうなん、すごい妄想が炸裂する人が多すぎて、あとなんかそのもうわかる質問自体がそのあなたの妄想を聞かせてください、なんだろう、こう望むこと理想とかですかね、これからの FGO みたいな。でもなんかあれはなんかみんなのこう欲望がダダ漏れててすごい面白かったです。本当にじゃあその会場のメンバーだからこその掛け合いというか、そうですね。あとはなんかやっぱり最後のニコ生は本当にたくさんの方が、もうこんな光景見たことないっていうぐらいの、それ見させていただきましたけど、後頭部がすごいたくさん、いやもうすごかったですね、すごかったですね、熱が、はい、横も縦もすごかったですね、はい、でなんかいろいろ発表させていただけたので、なんかまあこれからも続いていくんだよっていうことをなんか本当にお知らせできたなっていう感じでしたね。はい、そしたらなんかちょっと私個人としても気になってたのが、ちょっとアニメ系の発表があった時ってどんな感じでした？うん、はい、そうですね、なんかもうどよめき、どよめき、ちょっと地響きぐらいの地響きすごかったです。はい、発表の仕方もまたすごかったですよね。ダビンちゃんがいろいろな練習をして、なんかこうえってことはってことはっていう、でもまさかこう2つとも発表を一気にするとは私も思ってなかったので、すごいって、松見さんもびっくりの、はい、みんなもびっくり、うん、そういえばそのなんかいろいろ発表物があったなって思うと、ちょっとその発表物の収録とかも私たちちょっとご一緒にやらせていただいて、あれはもう言っていいですよ ね、着ぐるみショー、そうですね、りえちゃんと金田智子ちゃんと一緒に撮れて、はい、そうなんです、3人で一緒に撮ったんですよね。あれはすごい、なんか形容しがたい時間だったね。私ご一緒させてもらうのが初めてだったので、どういう感じの方なのかなって思ったら、うん、でも川澄さんあんまり動揺されてなかった。いやそう、でも私も収録でともちゃんと一緒になるのが久しぶりで、いやまあグラコちゃんはともちゃんになるって聞いた時にこうなるだろうなと思ってたんですけど、まあなんか超えてきましたし、すごかったですね、はい、すごかったですね。まあ会場で見れた方はだと思うんですけど、あれ何かになったりしないんですかね。ね、でもせっかく新しくあんなにボイス取ったのに、サブの方のスタッフさんの笑い声がもう聞こえてきちゃってたでしょ。、うん、やばい、そうなのに、うん、なんかその私たち のセリフは一旦 OK もらって、うん、もうちょっと別のパターンも聞いてみたいですっていうことで、ぐだこさんも何パターンかくださいみたいな、うん、で一言一言喋るたびにわーみたいな、すごかったです。いやなかなかね、そう3人全員一緒にって撮らないですよね、うん、結構確かに別々に撮る感じなのかなと思ったら、りえ、ね、うん、さんが一緒に撮ったんだって、私も一緒に入れさせていただいて、私もまさか一緒に撮れるとは思ってなかったので面白かったです。面白かった、
本当に大変な収録でした。うん、楽しくも。ちゃんはちょっとこう笑いをこらえるのが大変みたいな。掛け合いが。掛け合いだから。なんか一回息整えていいですかみたいな時あったよね。あの私が先輩には幸せになってもらいたいですねって言わなきゃいけなくて、なんかすでに幸せそうだったからそう。もう何にも。めちゃめちゃ面白かった。頑張れって思いました。思ってました。川澄さんがちょっと見つめててくださったからちょっと落ち着け落ち着けできるっていう感じでやってもらいました。お疲れ様でした。はい、楽しいね、収録から始まりフェスっていう感じでした ね、はい、そして打ち合わせでも話してたんですけど、川澄さんのサポートの、はい、画像を見せていただきたいなと思うんですけど、はい、いいですかね、お願いします。いやあの冷蔵がまだちょっと適当というか時間がなかったのであれなんですけど、あの上のサーバントだけ、これは圧巻ですね。そうですね、まあ本当にキャスターのところだけなんですけど、いやでも周りって周り、そうなんですよ。いいですね。ね、オールのところにはアーサーを入れてみて、まあプロとマーリンをやってるので、そうですよね、ということでなんかなかなかね、ここまで来ましたね。そうですね、はいって思いました。めちゃくちゃいいですね。今回そのダブル X ちゃんが来るっていうのを聞いた時に、はい、資料をいただいて、フォーリナーって聞いて、あ、これはエクストラクラス埋まっちゃうやつだと思って。それは最近そこ考えちゃいましたね。次やっぱキャスターあたりとか。そうですね。まあ、ねえ、なんかこうキャスターもお二人が、お二人は考えててくださるみたいなので、那須さんと武井さんが。ただまあだいぶ先になるんじゃないかわかんないですね。はい、埋めたいですね、これは。ね、じゃあメールが、はい、来てますね。高橋さん、田中さん、こんばんは。そしてゲストの川澄さん、こんばんは。こんばんは。あずさです。うわ、またいつも絵を描いてくださってる。はい、はい、今回は川澄さんがゲストで出演されると聞いて、はい、FGO の方ではアルトリア・オルタさんたちにいつもお世話になっております。ありがとうございます。セイバー・オルタさんとランサー・オルタさんの冷徹な声色も痺れるし、メイド・オルタさんとサンタ・オルタさんの少しお茶目なトーンもとても好きです。はい、ちなみに、私のカルデアにはサービス開始当初から青いアルトリアさんが一切来てくださらないという呪いが発動しております。オルタさんはサクッと来てくださるのに、長くなってしまいましたが、これからも高橋さん、田中さん、そして川澄さんのご活躍を一ファンとして楽しみにしております。ありがとうございました。とありがとうございます。おお、すごい、すごい、アンボニーもいる、嬉しい、めちゃめちゃ可愛い。夏ですね、夏水着イベントの。ちょっと左端の方にいますね。拝みません拝んでる。嬉しい。これはかわいい。川澄さん、いかがですかこの並び。いや、なんかアルトリアさん3人並ぶかなと思いきや、本当に嬉しいです。とっても水着で、ね、大活躍でしたから、はい、なんかこんな、そんな公式の S さんに書いてもらっちゃって、そうだ、いつも書いてくださるんです。ありがとうございます。いつも聞いてくださって、はい、嬉しいです。キープを拝みません拝みません、ありがとうございます。